結局帰国しなかったガーシー議員を一番残念がっている人がいる。ズバリ鈴木宗男さんです。見るからにかなりがっかりされてました。鈴木宗男議員といえばガーシー議員を処罰する問題の懲罰委員長、一向に登院しないガーシー氏の対応について、自分の置かれている立場、このことやっぱり十分頭に入れて行動はいただきたいのだと、こう思ってますね。一方ガーシー氏も、俺を辞めさせられるのはムネオハウスやなく俺に票を入れてくれた有権者だけやと、こんなしょぼくれたジジイに参議院議員にしてもろたんちゃうわ、勘違いすな。国民、これまでの宗男議員なら、丸雄廃止はマイナスが大きいと言わざるを得ません。鈴くん黙れ。かつて日テレ記者時代の青山氏に対し、日テレ電波止めるぞと激怒したことも。しかし今回は、ここは院の権威を守る上でもですね、しっかりと私は対応していかなければいけないと切れることなく冷静な対応。鈴木宗男氏を取材した青山氏によれば、ギリギリまで帰国できる可能性のあるフライトを調べさせるなど、最後まで来るって信じていたんですと帰国を期待しつつ、1秒でも遅刻したら除名だ、陳謝の文書と少しでも読み間違えたり違うことを言ったら除名と、ものすごい勢いでした。なぜがっかりしていたのか。それは鈴木宗男さんが国会議員であることの重みを一番知っているからだと思います。そう、鈴木宗男氏の議員人生は波乱万丈。すごいよ。1997年、橋本内閣時代に北海道開発庁長官として初入閣を果たして以来、続く小渕内閣と政治権力のど真ん中に身を置いた宗男氏。しかればその、じゃあ自民党の代表誰かと言ってくださいよ。私はその、議員という人が一人であるとか二人であるとか、そんなことは私は発言はしていないんですよ。当時の局長に聞いても。田中真紀子氏に強気の姿勢を貫く。しかし2002年あなたはね、疑惑のデパートと言われてるけど疑惑の総合商社ですよ。私は証人として誠実に答えております。国後島の日本人とロシア人の友好の家、通称ムネオハウス建設などで数々の疑惑が浮上。初めから鈴木宗男ありきのですね、国策捜査で進んできたこの私の裁判であると。宗男氏は北海道の林業会社から賄賂を受け取った斡旋収賄容疑で逮捕、起訴された。またこの直後、胃がんで胃の3分の2を切る大手術も経験。がんはその後合わせて3度手術することに。結局宗男氏には懲役2年の実刑判決が下され、刑務所暮らしを経験することになる。収監から1年後、仮釈放された宗男議員、刑期満了からは5年間の公民権停止、選挙に出ることはできない。そして2017年4月30日午前0時、ついに公民権が復活。この時宗男氏はこう語った。やり残したことがある。2019年、宗男氏は日本維新の会から参議院選挙に立候補し、政界へと返り咲いたのだ。最近ではロシアによるウクライナ侵攻について、ロシア側を擁護する発言で物議を醸した。武器をくれ、時間がないとウクライナゼレンスキー大統領は声高に訴えるが、ならば自前で戦えない以上戦いをやめることが筋。すると
老害以外の何者でもない。これに対してそっくりのしをつけて、あなたが老害じゃないですかと言いたい。宗男氏は健在。また娘の鈴木孝子氏は自民党衆議院議員で茂木派に所属。青山氏によると、こわもての茂木氏にものが言える唯一の側近議員だという。これも父親譲りなのか。一度は逮捕され、政治家の職を剥奪され、度重なるがんの手術も経験しながらも不死鳥のようによみがえり、今度は懲罰委員長としてガーシー氏の処遇を取り扱う立場に。議席の重みを一番知っているのが宗男さん。議員の資格を失うと誰からも注目されない。だから今回もガーシーが帰国すると信じて疑わなかった。ガーシー議員と関わることを嫌がる議員も多い中、宗男さんだけは全く動じない稀有な存在です。いやー、青山さんすごい政治家人生で、でまたこのタイミングで懲罰委員長って、なんていうんでしょう、この天の廃材としか言わないですね。すごいですよね。いや、あのね、本当議員はね、ガーシーさんと関わるの本当嫌がってんですよ。あとなんかやましいことでもあるのってぐらい、いや俺ちょっと嫌なんだよねみたいな感じなんですけど、まあ、宗男さんだけは全く気に留めず、バンバン除名に向けて進んでますから、まあ、この人じゃなきゃここまでいかなかったかもしれない。で、取材されたということですけども、はい、舞台裏はいかがでしたか。やっぱり宗男さん最後まで、あのこの陳謝に応じるだろうとガーシー議員は信じてたんですね。僕前日の午後会ってたんですけど、ガーシーさんがあの呼ばれる前日ですね、午後になって今からトルコから来るの無理じゃないっていう感じだったんですけども、いや、プライベートジェットでアテネに行ってそこからフライトに乗れば大丈夫だとか、ギリギリまで計算して必ず来るんだって言ってましたね。ただまあ結局来ずに、まあ、俺も人が良かったなって後から言ってましたけどね。そもそも そのバッジの重みというか、議員で、あり続けないといけないという思いが全く違うでしょうからね。全く違いますね。まあ、そのためにやっぱり命を懸けてきて復活してきた人なので、まあ、ガーシーさんもその重みは分かってるだろうという宗男さんの思いだったと思います。でも本当に来る絶対来るはずだ、だってあれだけ票をもらったんだものっていう思いやったんですか。で、議員じゃなくなったらガーシーさんってもう誰も相手しなくなるから、それは彼は分かってるはずだというのがもう鈴木宗男さんの主張の一点でしたね。それぐらい、まあ本当本人がいろいろありましたから、さまざま不死鳥と呼ばれるその伝説、こちらにまとめました。さあ、青山さん、いろいろ聞きたいんですけども、夜回りは毎晩トカチワインとジンギスカン、記者には強靭な胃袋が必要、これは、あの宗男さんが全盛期の頃ですね、小渕内閣の頃、毎晩あの番記者が、話を聞きに行くんですよ、夜ご自宅に、そうすると、まあ、上がれって言って、上がるとトカチワインとジンギスカンが用意されていて、夜10時半とか11時ぐらいから、食えっつってこう食べないと話始まらないんですね。でこれ毎晩やってて、うちの番記者も太っちゃってですね、もう大変だったんですけれども、まあもうそれが連日のように行われて、まあ、それぐらい、まあ逆に言うと記者たちをこう良くしてやろうと、せっかくうちの番記者やってんだからみたいな感じの、まあ、政治家ですね。で、まあ、もちろん本人も元気やし、50代前半とかですね。そうですね、49で議員になられてね、はい。さあ、そしてこれ、青山氏に激怒、電波止めるぞ。やっぱ鈴木さん、こっちが敵だと思うとですね、まあ、これも本当全盛期の頃ですね、まだこの宗男ハウスだなんだっていうこの疑惑の前なんで、本当にちょっとこう都合の悪いような話をこう聞きに行こうとするとですね、ものすごい怒られて、カメラ止めろってまず言ったんで、まあ、ちょっとカメラマンがビビって止めた後に、電波止めるぞって、さっきの放送法じゃないけど、いや、これ止められちゃったらうち明日からカラーバーなのかなみたいな、まあ、ちょっと当時権力もあったんでね、まあ、思ったんですけど、まあ、そうやって怒ったけど、まあ、それはそれですぐこう忘れちゃうのが、まあ、また鈴木さんのいいところなんですね。なるほどね、はい。さあ、そして記者の質問にはその場で官僚に電話、すぐ処理するのが宗男流。この人はやっぱり中川さんっていうものすごいこう、あの大物議員の秘書さんから入っていて、とにかくすぐに物事を処理するっていうのをこう徹底してたんですね。だからちょっとこの問題ってこれ法律上どうなってんでしょうかみたいなことを宗男さんに聞くと、その場でちょっと待ってねっつってこう電話し始めるんですよ、官僚に。でこれどうなってんだって
すぐ電話してくれるんで、まあ、記者としてもですね、あ、もうすいませんみたいな。なんかそれだけ聞くとすごく政治家としての立ち振る舞いとしても正しいような、だからそういう、あの、いわゆる例えば選挙民とかですね、ああ、その味方だと思ってる人にとっては、まあ、優しい。ただそうやって電話かかってくる官僚は大変だと思いますね。ああ、ああ、こう今仕事中なのにみたいな人は宗男さんにわわって電話かかってきちゃう。ああ、なるほど。いうところはあると思います。はい、さあそんな中、これ胃がん3度手術されてると。はいはい、はい、まあ、これ、まあ、その疑惑の後はがんにもなってですね、はい、ただベッドの上でも毎日5紙新聞を届けてもらって読んでたし、あの本をとにかく差し入れしてもらってずっと情報収集してたと。とにかく負けちゃいけないっていうこの根性はちょっと我々からするともう遥か上っていう感じがしますよね。あ、そうですか。はい、もうでもそこはまたあれですけど、ここは精神力でいきますけど、もうここ、はい、もう実際実験入ります。これはどう、 この時はどういう感じだったんでしょうね。まあ、でもね、あのご本人曰く本当死ぬこともやはり頭をよぎったって言うんですよね。ただやっぱりその自分を支持してくれる人もいるし、何よりも宗男さん自身がもうこれは国策捜査で無罪だと信じてる。だからあの拘留期間っていう、そのまだ判決が出る前の逮捕されて拘留されるのが437日間続いたんですね。これ認めちゃえばすぐ保釈されるんです。で国会議員でも結構すぐ罪を認めて保釈される人が多い中で、絶対罪を認めないで1年以上拘留されたと。で出てくる時は議員バッジをつけたまま出てきて、俺は生涯政治家だっていうことですね。だからそのバッジに対する思いがあるから、同じ議員のガーシーにもそう、同じ気持ちが、同じ血が流れてるはずだと思ってはったってことですね。そうですね、バッジを外したくないはずだと思ってたんですけど、まあ、その思い入れは多分ガーシーさんとは全然違っただろうと思いますけどね。はい、たまたまあの井川さんが入られてた時と一緒らしいですね。あ、なんかね、議事録で一緒だったらしいんですけど、さっきあのちょっと鈴木宗男さんに本人に確認したら、それ全然知らなかったということでしたね。もう今全然そんなすぐ連絡取れる感じの関係なんですか。あ、私ももう20年来の、付き合いですので、まあ、電話で話して、僕あの井川さんと一緒だったってことを聞いたことなかったので、知ってましたかって言ったら、それは知らなかったなって言ってました。はい、これでも刑務所どう、何してはったんでしょうね。ね、まず本を100冊以上読んだっていう人でしたね。あの佐藤勝さんっていうあの作家の、ね、はい、人から届けてもらって読んだし、何よりも毎日腕立て、腹筋、ランニング、体がやっぱり弱ったらダメだと、まあ、がんもねあったりもしたんですけども、それを欠かさなかったと。まずはその体あってのその先だということで出てこられて、公民権5年停止になりました、はい、復帰のふうにおっしゃったのが、はい、やり残したことがある。そうですね、はい、もう9年間やっぱりあの政治から遠ざかってたんですけども、はい、まだやり残したことがあると言って、うん、もう一回選挙に出て、まあ、今また参議院議員として活躍しているということですね。この本でまたロシアに対するあの発言、はい、あのあたりはどういうふうに思われてるんですか。まあ、あのロシアとはもうずっとあのプーチンさんが大統領になる前からの付き合いですので、まあ、あの非常にその思い入れがあるんで、あとまあ選挙区が北方領土も、まあ、北方領土が日本に帰ってくればあの選挙区になるっていう地域のご出身なので、まあ、そういう北方領土問題とかにも人並み外れた関心を持ってるんですね。ただまあ今 その日本政府の方針とは全く相入れないんですね。今日本政府はやっぱり G7 と協調して、まあ、ロシアに圧力をかけるという立場なんですけど、宗男さんは今でもやっぱりロシアともっとうまく付き合うべきだと、日本はそうは言ってもロシアの隣国なんだからって思いが強くて、ただまあこういう議員が、まあ、日本政府多い国会議員の中に何人かいても、まあ、将来またロシアがですね、戦争が終わってもう一回付き合わなきゃいけない時にはもしかしたら役に立ってくることもあるかもしれないなとは思いますけどね。古谷さんはこの鈴木宗男という政治家、はい、どういうふうにご覧になってますか。いや、鈴木宗男さんはね、もちろんあの北海道の道東の、まあ、トカチとか、まあ、僕も北海道民で、うん、おばあちゃん系がやっぱり十勝の人間なんですよね。で、地元道東の方は、まあ、やっぱり好きな人もいれば、まあ、嫌いな人もいる。ただもともと道東の方、北海道の東側って武部勉さんとかね、その自民党の保守系の人がすごく強いんですよ。だから、まあ、鈴木宗男さんじゃなくても自民党だったら支持しますっていう人はもともとは多いです。だから
特別めちゃくちゃな人気は昔ありましたけど、まあ、今はもちろん自民とか出られませんから維新で出て、まあ、未だにまあ人気はあるけれどもすごい熱狂的ってわけではない、うん、で僕は鈴木宗男さん見てて、あのやっぱりですね、北海道って広いので、あの北海道の中心はやっぱり札幌ですよね、うん、でこの前亡くなった横道さんとかはもともと社会党の人です。で北海道の経済の中心、政治の中心の札幌ってのはやっぱりどっちかというと昔の社会党が強くて、あんまり自民党強くないんです、まあ、今ちょっと若干違いますけれども、その中でやっぱりその、僕のおばあちゃんが同等だからよくわかるんですけども、その北海道の東の方ってやっぱり非常にこの農業が盛んだし、漁業もあって、それから北方領土問題があると、ところが地理的にも経済的にもやっぱり札幌と遠いので、どっちかというとこう札幌に負けたくないんだ、北海道の中心の札幌はちょっと自民党弱いので、でも道東は俺たちが頑張るんだっていうような、こうなんていうか対抗心みたいなのね、同じ県内でもあるんですよね。でそこがすごく強い方だったんじゃないかなというふうに僕は思いますよね。だから北海道といえば鈴木宗男というわけではないです。東の方はそうですけれども、だからその県内のねすごく微妙な格差というか、まあ、意識の違いみたいなもので、やっぱりお互いにやっぱりこう負けたくないとかね、そういうことが僕は中川先生だってそうだと思いますけれども、北海道の札幌じゃないところから出てくる保守系議員の方ってやっぱりねどうしてもそれこそ北海道開発庁昔のねそういうところからやっぱり仕事を公共事業やんないと地域が生きていけないよというような、まあ、そういうことも問題もありましたからね、どっちかというとやっぱりこう自分のこう政治的意思とか、有権者の声を本当にこうものすごく個性でもって主張するような方は多いかもしれないですね。というその一人だと思いますよ、はいはい、さあここまで青山さんの解説でした。最後までご視聴いただきありがとうございます。テレビ朝日アナウンサーの田中萌です。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。